ウィルミントン、ウィルミントン、ウィルミングトンはアメリカ合衆国のオスカロライナ州南部ケープフィアガシに位置する港湾都市。人口は75,838人2000年国勢調査。2004年の推計では人口は23.0%増加し93,292人であると見積もられているアメリカ合衆国統計局。市名は デラウェア州の同盟の都市同様、イギリス国王ジョージ2世の首相であった、ウィミントン伯爵、スペンサー・コンプトン、スペンサー・コンプトンにちなんでいる。地域は、ケープ・フィア川と大西洋に挟まれている。ウィルミントンのダウンタウンには、歴史的な街並みが残り、近隣にはビーチが広がる。このことから、同市は、観光都市としても人気がある。また、同志は、映画産業が盛んで、 しばしば東のハリウッドと呼ばれる。さらに同志は NBA のスーパースター、マイケル・ジョーダンが少年時代を過ごした街としても知られている。イギリスは1600年代からこの一帯、ケープフィア地方に入植を試みていたが、実際に入植地ができたのは1720年代のことである。1739年にはウィルミントンは正式な街となった。 その後数十年にわたって、ウィルミントンはイギリス海軍への物資供給基地として栄えた。南北戦争中は、ウィルミントン港は南部連合の重要な基地であった。1865年2月、ウィルミントンの町は連邦に抑えられた。1898年11月、白人のグループがアフリカンアメリカンの印刷会社を焼き払い、 ついで市の北側で虐殺するという事件が起きたウィルミントン暴動。この事件によって多くのアフリカンアメリカンの住民が街から逃げ出した。この事件により共和党市長執行部は辞職に追い込まれた。当時州最大の都市であったウィルミントンでこのような事件が起こったことにより、以後ノースカロライナ州においては民主党があり勢となった。ウィルミントンは 34.223232-77.912122に位置している。アメリカが州国統計局によると、ウィルミントン市は総面積 107.4km41.5 ミである。このうち 106.2km41.0 ミが、陸地で 1.2km0.5 ミが水域である。総面積の1.16%が水域となっている。 市の玄関口となる空港はダウンタウンの北約3キロメートルに位置するウィルミントン国際空港である。ウィルミントンはケープフィア川が大西洋に流れ込む川口付近に位置し、ノースカロライナ州屈指の港湾都市として発展している。ウィルミントンの郊外、さらに下流のサウスポート市、サウスポートには国際貿易港となるノースカロライナ国際港。 ノースキャロライナインターナショナルポートの建設も計画されている。ウィルミントンはノースカロライナ州を東西に貫き大陸を横断する周回高速道路 I-40 の東の終点である。シュートローリーまでは約 205km、車で2時間30分ほどである。また、サウスカロライナ州からウィルミントンまで I-20 を延伸する計画も進められている。 ダウンタウンには、グレーハウンドと提携している、カロライナトレールウェイズのバスターミナルがあり、ローリーへのバスの便がある。ローリーで、グレーハウンドのバスに乗り継いで、シャーロットをはじめとした、州内外の主要都市へ行くことができる。アムトラックの駅はない。市内の交通としては、ウィルミントン交通局が運営する、路線バスが市内をカバーしている。同交通局はダウンタウンで無料のトロリーも、 走らせている。また、ケープフィア川を渡るフェリーも、同交通局が運営している。ウィルミントンは映画産業が盛んで、しばしば東のハリウッドと呼ばれる。これまでに185本の映画が、ウィルミントンで撮影された。アメリカの人気テレビシリーズ、ドーソンズ・クリーク、ドーソン、エス・クリークは、1998年から2003年まで、 ここ、ウィルミントンで撮影されていた。ワーナーブラザースのテレビシリーズ、ワンツリーヒル、ワンツリーヒルは、現在ウィルミントンで撮影されている。テレビシリーズ、サーフィス、サーフェイスは、2005から6年のシーズン放送分をウィルミントンで撮影した。しかし、同シリーズの2006から7年の放送分は、他の場所で撮影する予定である。ウィルミントンの主要な日刊誌は、 スターニュース誌、ザスターニュースである。同誌は、ウィルミントンをはじめ、ロワーケープフィア地域で広く公読されている。ウィルミントンジャーナル誌、ザ・ウィルミングトンジャーナルは、週刊で、もともとは、アフリカン・アメリカンのための新聞として創設された、ものである。アンコール・マガジン、アンコール・マガジンは、芸術、エンターテイメント関連の週刊誌である。ウィルミントンは、 テレビの市場規模が全米136位で州内最小のメディア市場である。主要テレビ局6局がウィルミントンに支局を置いている。2008年9月8日には2009年2月の地上アナログ放送終了に先駆け、ウィルミントンで地上アナログ放送を終了し、すべてデジタル放送に移行された。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。 基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。